リンクスはフォードが製造、マーキュリーブランドで販売していた普通乗用車である。1981年、北米版、フォードエスコートの高級使用姉妹車として、マーキュリーディビジョンにより発売された。これは、米国フォード初の小型 FF 車であり、それまでのマーキュリーボブキャットに代わって、フォードの最小クラスを受け持つ車でもあった。ボディ形状は、 当初3ドアハッチバックと5ドアワゴンで構成され、1982年に5ドアハッチバックが追加された。デザインは同時期にマスタングを手掛けたチームが担当し、マスタング同様の地付きバックドアを持つ。エンジンはヨーロッパフォードが開発した1.6リットル直列4気筒サイチェシーを搭載。 1984年には、マツダ製2.0リットル RF 型、ディーゼルエンジンと1.6リットルターボを、1985年には1.9リットル直列、4気筒を加え、バリエーションを増やしていった。サスペンションは、当時の、このクラスの車としては、異例とも言える、ストラットによる四輪独立喧嘩を採用した。これにより、高い走行性能とスペース効率を実現している。 リンクスはマーキュリーブランドでのベストセラーとなるなど販売が好調であった時期もあったが徐々に売れ行きが悪くなりエスコートよりも早い1987年に生産が中止された後継モデルはマツダファミリアをベースとしたマーキュリートレーサーであるリンクスは哺乳孔猫目猫か大山猫族の中型の猫のことシベリア大山猫とも呼ばれている ありがとうございます。